喋ってもらって、はい、はい、すいません、先ほどは配信の途中でちょっと音が割れていたようなんですけれども、これ私は練習ですか、テストでお願いします。テストですか、配信されている感じですか。はい、はい、はい、何を喋ったら、カメラがなんか静か、あ、治った、はい、あ、治りましたね。治りましたか。はい、はい、大変ご迷惑をおかけいたしました。すいません、松尾さんの言ってたことが何だか分からなかった人はですねすいません、後で、ご質問いただければと思います。はい、何曜日のあそこが分からなかったよとかっていう形で言っていただければ、はい、松尾が全てご質問にお答えいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今週は、非常に強い相場でした。この後ろのですね、上げ上げホイホイのような相場で毎日毎日高いと、はい、でもう なんていうんですかね、日経平均も 3万円までいかないですか。そうです、まだ3万円は到達しておりません。もうはまだなりじゃないですけど、うす、ね、もういっちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと、やっぱりですね、騰落レシオですね、これちょっと過熱感があって、騰落レシオというのはですね、連日高いとどん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 こう上がっていっちゃうんですね、うん、で今騰落レシオ、120と割とちょっと多少過熱ゾーンに入ってまいりましたので、はい、少し何日間かのですね、今日みたいなのでいいんですよ、40円安とか30円安とか変わらずとか、はい、こういうのが何日か続いていただければですね、トピックスがその間に強まってくれれば、はい、また過熱感は和らいでまいりますので、はい、こういったところから少しちょっと調整が欲しいな。で、やっぱりここに来て、まあすごいなと思ったのが今度トピックスですよね、はい、トピックスのチャートをちょっと見せてください。はい、トピックスです。はい、はい、トピックスのチャートの方がなんとなく綺麗に上がっていっていると。で、日経平均がちょっとグズグズ、ちょっと高値圏で揉み合ってる間にトピックスの方がちょっとコツンと抜けてきた感があります。で、今少し市場関係者とかの間で話題になっているですね、 JP モルガン証券が5000枚トピックスの先物を買い越してきたというお話なんですけれども、これ遡ること2013年になります。2013年ですね、やはりこの時もトピックスの先物をですね、先陣を切って買ってきたのがあの時も JP モルガン証券でした。で、この時に飛躍した銘柄、今日も昨日も一昨日も強い、なんと860ような野村証券、なかなかですね、個人投資家の方々、ちょっと重量感のある重たい株でちょっとつまらない、何万株とか何十万株とか買わないと儲かんないじゃないかって思われるような銘柄ではあるんですけれども、少し月足のですね、ところで2013年のところ上昇、2013年の上昇、ちょうどそこです、はい、ここです。実は2012年の終わりからですね、2013年の初めにかけて、ちょうど2013年入った頃だったと思うんですけれども、 JP モルガン証券のトピックスの先物買いが話題になりました。この時先陣を切って上がっていったのがこの野村証券だったんですね。で、その後、まあなんとですね、300円ぐらいのところから3倍までいったんです。すごいですね。わずか、しかも1年かからない、1年かからずに野村証券が3倍までいくっていうところはどういうことかというとですね、なんだこれはと、毎日のように買い注文がですね、300万株とか500万株とか、時には1000万株単位のですね、買い気配なんですね、朝。で、買い気配で、とにかくですね、買い注文が朝から殺到していると。で、もうこうなってくるとですね、連日野村だけじゃないですね、はい、そうするとその当時、例えば8601の大和証券だったり、はい、もう金融株というのがあらゆるものが当時買われてしまいました、はい、で、まあ値段の頃合いを変わってですね、で、この時やっぱり儲かったのが当時やっぱりこうディーラーだったりとか、はい、あとはですね、実はこの時儲かったのは田舎のおじいちゃんおばあちゃんたちなんですね。インターネットの証券会社を経由してですね、やられてる方々はどうもですね、要するにその簡単にこう反対売買しちゃうんですね。あ、なるほど。で、田舎のおじいちゃんおばあちゃんたち、スーパーカブに乗ってですね
田舎の地場証券の職員の方がですね、はい、おじいちゃんこれを買った方がいいよ、あれを買った方がいいよって言って進めてくるわけです、高い手数料で、はい、で、あの方々、一度買ったら二度と売らないんですよね、はい、基本的に売るという行為をしないので、はい、あれよあれよという間に、なんていうんですかね、資産が2倍、3倍になっていった時代だったんです。で、とにかくアベノミクスの恩恵を受けたのが一番最初これだったんです。で、この時にやっぱり金融から始まって日本の有名なこれは景気が良くなるぞ、アベノミクスは景気が良くなるぞって言った時の皮切りに、この時実は騰落レシオが160ぐらいまでいってるあったんですよ、はい、で、バカにしちゃいけない。で、このバカにした、小バカにした空売りがですね、物の見事に全員焼かれたんです。で、この時代を振り返ると、今の野村証券のこの上げっぷり、はい、今ちょっとまあもう一回戻してもらいます、冷やし、なかなか冷やしで見るとですね、まだまだ、まだ50円、はい、10% ぐらいしか上がってないんですよ。これが初動なのか。そうですね。で、よく相場の終わりに金融株が買われたら終わりだと、銀行株が買われたら終わりだなんて、まあこれは銀行株じゃないんですけど、まあ UFJ なんかももう強いです。8306もちょっと開けてもらうと同じようなチャートしてます。なんですけど、よく終わりだなんて言われるんですけど、今を振り返ればですね、この放送を毎週見ていただけている方は、あの時あの人こんなこと言ってたのか。ちょうど1年ぐらい前、1年以上も前の話なんですけれども、多分1年半ぐらい前の同じような話をして外資系証券の日本株のですね比率がフラットになった話を昔したと思います。1年半ぐらい前にフラットということは十数年間日本株を売りまくってたんですよ、はい、外国証券という、うん、まあ、外国証券というか外国人投資家という人たちですね、はい、ずっと長年にかけて売りまくっていたのがちょうど2年ほど前1年ほど前1年半ほど前ですかね、フラットになりかけたよという話をしました。では今度ですね、コロナの最中にまあまあ相当買い戻しましたよね、はい、そして空売りも入れたと思うんですけれども、うん、この例えば今度のアベノミクスもですね、その2013年からの始まりの時のように、はい、これがもし用意どんのスタートだったら、うん、そんなことはないでしょって思うと思うんですよ。皆さんコロナ相場を見てますから、いやいやいや、1万7000円からもう3万円よ、はい、1万3000円も日経平均上がったらもう終わりじゃないのって言われる方もいるかもしれないんですけれども、外国人投資家はこの1年間の間に大して買い越しになってないんですよ、はい、となるとここの今回の2月の頭のこの買い越しが、はい、おそらくぴょこんと少し買いになった、買いに転換したサインだとしたら怖くないですか。そうですね、日経平均どこまで行くの、まあ、まあ日経平均どこまで行くのっていうよりもトピックスどこまで行くのとか、はい、全体の株価指数どこまで行っちゃうの、日本株出遅れなのなんていうことにもなりかねないなっていうのが今回のサインが一つ出たので、ご報告を。でこの野村証券だとか大和証券だとか、まあ、三菱 UFJ ですね、全然多分なんていうの、世の中的には出遅れてます、うん、当然ネットの社会から取り残され、はい、未だに対面でいろいろやって頑張ってるんですけれども、なかなかうまくいってシステム化とかもうまくいって UFJ の銀行なんかもそうですけどね、みずほもそうですけど、で世界的に見ていろんなことが出遅れている。で投資っていう面においてはですね、未だにまだ 1% にも満たない、債券にしかですね投資できていなくて、ほとんど株の投資が全く成り立っていないと、まあ、法律とかもいろんなことを変えなきゃいけないんでしょうが、うん、なので儲かる術がですね、僕たちがお金を下ろした時に払う手数料くらいしかないんですね、うん、なのでこういうビジネスじゃもうダメだっていうところからいろんな今楽天銀行だとか、はい、いろんなそういうのがいっぱいソニー銀行がいろいろ入ってきちゃいましたけど、まあ、ああいうところが手数料無料だとかなんかいろんなことをやり始めて、うん、取り残されたこの人たちが、はい、いずれ何かを仕掛けてくると考えたときに、今回ですね、12日、バンクオブニューヨークメロンというですね、はい、まあまあ老舗のまあいわゆる三菱銀行みたいなもんなんですけども、こういうところがですね、ビットコインを扱うような機関投資家向けにですね、ビットコインを扱いますと昨日発表してます。でこういう古臭い何かこういうところがですね、何かを発信したということは、はい、俺たちも変わらなきゃいけないよっていうこれサインなんですよ、おそらく。はい、でいつまで経っても
昔ながらのこのやり方だけではもう無理だよ、うん、もうこの先行き危ないぞ、うん、まあ数年前そうですね、リーマンショックぐらいの時ですかね、ちょうど今から 20年前、2008年ですから十何年前、バンコブニューヨーク、はい、あそこはですね、メリリリンチを買ったんですね。まあ、要するに日本で言えば、地方の銀行が野村証券を買収したようなものなんですね。下克上が起きたんです。ああいう時もやっぱりインターネット証券の手数料収入、インターネットに参入すると、いろんな個人投資家、リテールバンキング、まあ、いろんなことを取り扱うということで、なんかをいろいろ自分でやらなきゃいけない。であそこでそういう下克上が起きたりとか、はい、で今回もこのバンコクニューメロン、こういうところがビットコインに参入します。でこれ何が言いたいかというと、トランプさんビットコイン反対してたんです。で今回そのパウエルさんなって、まあ肯定派でもなければ否定派でもない、まあどちらかというと多分否定、肯定派なのかもしれないですよね。でイーロン・マスクさんが15億ドル、ぶち込みますと、はい、報道があり、だからこれ僕らもまあ今今後考えていかなきゃいけないのが、株式にまつわるこういう放送をしている以上ですね、今度ビットコインの価格とか、はい、ビットコインのチャートとか、はい、まあ板付き、まあそういうものですよね、うん、でこういうのがどういうところがどこでどういうふうに買ったとか、うん、どういうところがどういうふうに売ったとかっていうのは少しチェックを入れていかないとですね。なるほど。例えば今後、まあ、ビットコインがすごい下落したと、はい、った時に誰々がビットコインですごいやられた、はい、どこどこファンドがビットコインですごい損した、うん、って言った時に今度市場に対するですね、感応度が変わるわけですよ、うんうん、とこの放送で何度もお伝えしているように、ドル円を見ながら売買をする時もあれば、日経平均先物を見ながら売買する時もある、時には中国の市場、はい、時にはヨーロッパの市況、うん、時にはインドの株価指数、うん、こんなものも見ながら売買しなきゃいけないというか、はい、その時のベンチマークっていうのが必要になってくる、はい、だから分かんないですよ、半年後ぐらいにビットコインがベンチマークになって株式市場を揺るがす、はい、動かす時が来るかもしれない、うん、だから例えばビットコインの先物とか ETF をどこかの証券会社がブワーッと乱高下させてですね、はい、ボラティリティを作るわけですね、うん、そうすると投資家の目は嫌でもそちらに行くわけですよ、うん、抜いた時はチャンスですよね、向いた時にガーッと下にやった時に一気にこの日経平均の先物が売られてみたいな、はい、そういう時代がもう目の前に来てるかもしれませんので、うん、いつまでも私は関係ないっていうのは言ってられないかもしれないですね。ただ税制が一つ違うのは日本でも明らかになってますね。これはもう所得として認められてしまいますから、最大 55% の、税金を払わなきゃいけない、やっぱ株式譲渡益課税 20% 損失 35% の差がありますから、ね、ここに対してのなんていうのかな、バカバカしいとか、うん、株が儲かってんだったら別にビットコインなんかやる必要ないよっていう人もいるのかもしれないですけど、うん、ただその税金のこと何も知らない人たちがやっぱりビットコインやってるっていうのも現実なので、うん、はい、そういう人たちからすると別に税金なんか関係ない、そこの最大とかまでいかないからって思ってやってるのかもしれないし、うん、いずれにしてもこういうベンチマークっていうのが、はい、今回 のビットコインによっていろいろ変わってくる時代が来るんでしょう。それとやっぱりその JP モルガン証券の、これは昔話になりますけれども、はい、相場っていうのは何度も何度も同じことを繰り返したりします。そして何度も繰り返したりする上で、格言ができたり、うん、いろんな、なんていうんですかね、シグナルというかそういうのが出てくるわけですね。一つの言葉で言うと、持ち合い解消売りが出るときに節分天井彼岸とかなって、よく面白い言葉を作りましたね、うん、だけども今回節分天井彼岸とかならなかった、うん、これはあくまでもアノマリーです、はい、あって今までそういう時が多かったよっていうだけの話で、うん、これは絶対そうなるとかということではないので、はい、たまたま今回まただからこれもなったら面白いじゃないですか。そうですね、ワクワクする話の一つとして頭の片隅に入れるんですよ、うん、だから野村証券なんかやらなくてもいいと思うんですね、うん、野村証券ずいぶん上がってくるの、まだ全然来ねえなって言った時に、うん、トピックスしか買われてないのそれは当たり前だろうって話になってくるんですけど、今はトピックスで金融主体の相場が目の前に訪れているということは紛れもない事実でありますので、ここに目を背けずにご自分の銘柄だけにらめっこしてるんじゃなくて、うん、ぜひそこに一度目を傾けてほしいなと、
で、やるもやらないもご自分の、うん、まあ、判断なので、やってもらえなくてもいいですけど、もしこれがすごいことになったら、ああ、そういえばあの時そんなこと言ってたな、あいつが。で、終わっちゃったな、終わっちゃったなっていう時は金融が来た、そういえば最後とも言ってたから、うん、だから僕はどっちでもいいことを言うにしか言ってないので、だから別に当たっても外れてもどうでもいいんですよ。そうですね。なんですけど、こういうことがあったよっていうのはやっぱり、はい、事実って大事なんですよ。うん、で、こういうことがあったっていうことを覚えてることがまた大事であって、はい、これがまた翌10年後とか20年後とかに、うん、あの時を思い出して相場ができるんですよ。かぶってそこが面白いんですよ。なので、こういう世の中の流れみたいな、うん、ぜひ見ていってほしい。で、今金利が上がってる上がってるって言いますけど、まあ、金利のですね、ああいうの先物というかああいうものが多少上がってる、実質金利って大して上がってないみたいですね。で、これ実質金利が本当に上がってくるとですね、株にとってあまり良くない。ですが、実質金利がまあまあ全然動いてないっていうところが、今にとっての少し株式市場にとってのメリットなのかなというところです。で、強い、という話の中身で、ですね、すごいことが出てます。はい、2月の第1週、個人投資家5499億株と先物を売り越しました。そして、海外勢8565億買い越しました。うん、ということはこれ節分天井とかじゃないですね。節分すっげえ買ってんじゃねえかなっつって。すごく買ってます。だからなんかわざとなのって思っちゃうんですね。節分天井、まあ、1月の真ん中あたりから下がる暴落する、はい、暴落するって言ってて、蓋を返すとこんなに買ってるんですからね。大衆心理を読んで、この大衆は売ってるんですからね。はい、で、今高値という、この現実をですね、目の当たりにして来週からどう動いていくか、はい、で、まあまあ相場っていうのは常にですね、まあ、このコロナ相場なんか分かりやすくて、一番最初にテレワーク関連とマザーズがググに来た、うん、で、ニューヨークではナスダック、ガバムという銘柄がガンガン来ましたね。これはもう新しい記憶でありますよね。その後にやっぱりその日本株もそうですけど、アメリカもそうですよね。ダウが主体になったり、ナスダックが主体になったり、時にはラッセル2000のような、はい、マザーズのような小型が人気が出たり、うん、でこれぐる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 回ってるんですね。でぐる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 回りながら全てが高値を取っていっていることに気づいてほしい、はい、何かが下落して暴落してるわけではないんですね。そうですね。で、実はマザーズの指数も大して下がってないんですよ。はい、なのでこの相場捨てたもんじゃない相場と言うて、はい、じゃあ次は、そうなんです。というのがですね、これは SP500 もそうだし、本当にニューヨーク の、あらゆる株価指数をぜひ土日にご覧いただきたい。うん、全てのものが調整をしながら、全部の指数がですね、ガンガン上がってるわけじゃないんですよ。ダウが上がって、ナスダックが上がってじゃなくて、日本も一緒です。東証2部が来たらですね、東証1部は全然ダメだ、200円安してたりとか、マザーズが活況で個人投資家とか株倉とか言われてる人たちがすごい儲かってるみたいな時はですね、まあ、東京エレクトロなんて動きはしないわけですよね。それが今の相場ですよね。で、これが前にも出たんですか、N が上がってる時は儲かんないやつ、はい、N が上がってる時は結局指数先行型なので日経225だけ買い上げてくるわけですよ、うん、でしかも日経225といってももう225メガラなんですね。で、225メガラの中に当然野村証券だとかそういうのも入ってるわけですよ、はい、なんだけどもこのぶち上げる要素のところがファストリーしか上がんないんですよ、うんうんうん、で、ここをいじくるだけで日経225が上がってしまうので、はい、まあまあ指数を上げたい人たちからしたら簡単なんですよ、うん、で、やりやすい時っていうのはやっぱりこうトピックス型で上がってくる時が全般的に全面的になんとなく相場が強い時、うん、でやっぱり T なんですよ、はい、その代わり際立ってですね何千円だかとか一つのやつがストップだかストップだかそのことはならないんですよ、はい、だからちんたらちんたらしてるってつまんないんですよ本当は、うん、なんですけどもポジション取りやすいんですよ。なるほど。怖さがないんです、うんうんうん、急騰の後って暴落のイメージしますよ、はい、で今急騰してないんですよ。揉み合いなんですよ実は、うん、でこれが日経平均がボラが800円とか500円とか出てくるとこんだけ上がると、うん、伸びしろがこんだけありましたからギュッて縮む時が来るので、うん、そうすると翌日400円とか平均あるじゃないですか。でこの時に指数もやってれば全然関係ないんですけど、うん、指数もやってなければ全く無風であって、はい、でこれがトピックスが毎日のように10ポイントとか10ポイントとか10ポイントとか、うん、全然面白くなんともないんですけど、そうですね、実はじり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 チャートが好きな人はそういう相場の方が好きなはずなんですよ本当は、うん、でも一喜一憂する人たちってこういうのを無視するんですよ。
1日8円上がる、1日5円上がる、大事なんですよ、はい、実は。で、10日上がれば 10% 上がるんですよ、500円の株は。で、あのマザーズの株って1日で 20% 上がって翌日に 15% 下がって全部行ってこいみたいなよくあるじゃないですか、はい、で、それが好きなのも別にいいんですよ、逃げられるなら、はい、あの、ね、要するにピンポンダッシュと一緒ですよ。ピンポンって押しておばあさんに捕まっちゃうような人はやっちゃダメなんですよ、マザーズ、はい、ピンポンって押して一気にダッシュしてですね、あれなんか今誰かいたのかしら、そうです、やっぱり、はい、小学生のトップリーダーであるやっぱりこうかけっこの早い子じゃないとピンポンダッシュがうまくいかないわけですよね、はい、ピンポンダッシュがうまくいかないような人はやっぱマザーズだとか、うん、あちょっとお気をつけ、特に IPO なんて、はい、ブン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 しててあれうまくやれば儲かりますよ、うん、だけど下手だったらやばいっすよ、あれやってやられちゃったら本当に捕まっちゃいますね、はい、なのでこの自分に合ったものとか、うん、で実は僕はこのね今のこの話って何が言いたいか、はい、今の相場って待ってると自分に合った相場が来るんです、いつか来る、回ってマザーズが好きな人はマザーズなんとなく来たじゃないですか、来たしましたね、はい、はい、でもトピックス好きだった人もなんとなく来たしましたよね、だけども日経平均型今ちょっと今週、はい、あの最初だけピョンと強かったけども、はい、そうですね、ちょっと厳しかったですよね、であの半導体って言ってた人だって1月の真ん中ぐらいから2月ぐらいまでちょっとひどかったんじゃないですかね、はい、うん、あの半導体いずれまた上がるんでしょうけど、だからこの半導体だってまた日経平均を仕上げるには必要なんですよ、はい、で今日は、またエレクトが上がりましたけど、だこういうものがまた今度連投しだしたら、うん、今度こっちなのかな、今度こっちなのかなって、ちょっとですね、うん、チューブラリンでこうやって目移りするのも私はいいと思います、気心持ちながら そっちでもいいと思います、うん、それか、うん、どうせまたこっち来るんだろう、はあ、待つスクローズです、信じ、待ち、許す、これが一番、だから待つ、もう相場ってよくあるじゃないですか、はい、自分のパターンが来るまで待ってて、うん、なんとかなっちゃってるのが実はこのコロナ相場なんですよ、なるほど、で待てど暮らせど一生来ないんじゃないかっていう、まあ例えばですよ、銀行株なんて全然来なかったんですよ、はい、これだって来てるじゃないですか、今切らしましたよね、確かに切らしました、ということは5年ぐらい我慢してたおじいちゃんがあれ買い値が随分なんか評価損が減ってるでしょみたいになってるかもしれないじゃないですかそうですね、だからそういうことなわけですよ、だからこう、待ってれば意外とこうお金が循環しててこの金融相場って悪くないなっていう、まあ今の流れなんですよね、でね、まあまあ暴落が近いとかっていう本すごい出てるしますよ、そうなんですか、これそういうの好きですね、これね、どう見たって金が金を呼ぶようななんていう展開ですよね、はい、ビットコインに来たりシルバーが買われたり株が買われたり、はい、何かがすごいっていう意味があって、うん、何かが買われてるっていう報道が多くないですか、あ、確かに何かが買われてるよっていう話は、うん、何かが暴落してるよって話は聞かないですよね、で、それはそうですよ、うん、ソフトバンク3兆円の利益で孫さん満足してないんですよ、意味わかんないですよ、で、ソニー12年ぶりの最高益ですよで、これって本当に何だろう、不景気なんですかね、いや全然感じないですね、だから、で、株価は日経平均が3万円のもうちょっと手前まで来て、ね、あと500円くらいでしょ、あと500円で、3万円ですよ、はい、絶対行かないとちょっと思ってましたもんね、そうで、はい、そこの絶対って使いたくなるのが3万円なんか行かねえよって思っ てましたよ、で、僕だって株関係者でずっと言いましたけど3万円ないって思ってましたけど、うん、武者さんがそういうの昔から言ってるんですけど、うん、いつになるのか知らない、俺ら死んでからじゃないのなんて話よくしてましたけど、まさかこんなにスルスルと、で、やっぱりね、僕これ、まあコロナで金融緩和って当然、すごいことだと思うんですけど、うん、連日、東証一部の銘柄なくなってて知ってます？まさか減ってるんですよ、減ってるっていうか、増えてもいます、はい、なんですけど、このやっぱ親子上場とかのなんとかっていうので、うん、TOB と MBO 多くないですか、はい、確かに、むっちゃくちゃ多くないですか、1日1個、1日3個なんて当たり前になってきましたよね、うん、これが連日のように、そのうち1日10個の人が出るんじゃないかな、PCR 検査みたいな、はい、今日の感染者数みたいな感じで、東証一部の株なくなっちゃうよって思っちゃうんですよ、はい、で、僕らが、まあ、昔の時代に、なんか何十万株買いなんてやってたような銘柄が、どんどんなくなっていってるんですよ、うん、で、なくなっていってるっていうか、まあ、今ね、揉めたりとか、いろんなことありながら、社名が、まあ、1つのもの、うん、2つのものが1つになったり、で一つが消えたり、で今日もありましたね、エース証券、はい、エース証券、東海東京証券がエース証券を買収したんですが、はい、その前にちょっと待てよ、うん、エース証券ってその前にどっか買収してなかったっけ、うん、って思った時に丸八証券というところが実は買収してるんですよ、ちょっと前に、なるほど、で東海東京証券、まあ、うん、まあ東海東京証券だって
東海東京証券っていう、まあ、はい、なんとなく想像すると思うんですけど、何個の合併体なんだよって言いたくなるぐらいの、はい、僕らの頭の中でもパッと4つぐらい出てくるんですけど、はい、その集合体が、2つの集合体が今度買ったわけですよ。本当だからなくなっちゃいますよ。なくなってきますね。なくなったらどうしなきゃいけないか分かりますか？投信は。投信は何か新しいものを組み入れなきゃいけない。そうなんです。投信は次の投資先を見つけなきゃならないわけですよ。うん、1000億募集したら1000億のお金が世の中の人から集まりました。はい、じゃあその1000億を、東証一部のこのカテゴリーのものに投資しますよっていう、はい、投資家の方々に約束をするわけですね。うん、そうした時にやっぱりこの投資先をなくなっちゃったんだったらしょうがないじゃないですか。で、動かないですよね。はい、MBO してください、TOB ですって発表になったら、はい、わかりました、賛同します。そうですね、賛同して、したら5億円の投資金が余るわけですよね。はい、その5億円は何か別のものに投資しなきゃいけない。うん、これが、そういうものの再投資ってやつなんですけど、だから、多分これから今、ね、私がちょっと今思ってるのは、うん、東証一部にくら替えしたマザーズの元々の銘柄、はい、あ、なるほど、だったっていうのが、強い気がするんです。うん、で、元新興と言われるような銘柄がすっごい強い気がするんですけど、はい、やっぱり元新興市場の銘柄って、何かそうですね、東証一部の銘柄よりも、うん、あまりのパフォーマンスが出てた銘柄が多いんですよね。はい、例えば PR が100倍だとか、うん、30倍だとか50倍だとか、普通の一般の東証一部に上場している企業よりも、うん、高いんですよ。はい、そういうものが、うん、指標面でね、そうすると割高感があるわけですね。はい、東証一部にくら替えした瞬間は、うんうん、他のものとはちょっと日本ってやっぱこう見えないの風習がありますから、うんうん、確かにそれ相当のとこまで一回売られちゃったりするんですよ。うん、なんですけど今の時代、さっき言ったように、はい、銘柄が減ってるんですよ。うん、同規模の銘柄が MBO だとか TOB でなくなっちゃってるもんですから、うん、そういうものがまたそういうところに再投資してるんですね。なるほど。だから東証一部に上がった元マザーズ銘柄が強いんですよ。だから今度そういうの狙い目になってくると思いますよ。で、うん、基本的に東証一部に上がるには黒字が何回かつぶづかなきゃダメとか、うん、発行株が誰か飲んでいかなきゃダメとか、はい、いろいろルールがありますから、でそのルールに戻った時に、あ、このカテゴリーの枠にはまってるじゃんになっちゃうんですよ。投資 の運用者からしたら、なんか高さ探しそう、うん、そうなってくると運用せざるを得なくなりますので、うん、全然ダメだったところから急になんか株価がスーッと上に上がりだして、でどこが買ってたのなんて言ったら、みずほなんとかが買ってました、大和なんとかが買ってましたなんていうことになってることが非常に多いので、そういうのも狙い目かな、はい、はい、いったところです。はい、はい、で来週の予定ですね。はい、今日が SQ で明日が兄さんの日ですね。はい、ちょっと先週見ましたね。14日の日曜日はバレンタインデーですね。はい、で15日の月曜日、国内の方では、10、12月の GDP の発表です。で、アメリカはですねこの日プレジデンツデーというのでお休みになります。16日の火曜日、国内の方では第3次、産業活動指数、これが発表です。あとですね、海外の方では、北朝鮮、金正日総書記の誕生日、訪問節だなのでブシュッと飛んでくるかもしれませんね。はい、でアメリカの方ではニューヨーク連銀製造業景気指数、12月対米証券投資、17日の水曜日、国内の1月の貿易統計、12月の機械受注、政府はコロナワクチンについて医療従事者1万人程度に対象にした先行接種を開始する予定です。はい、はい、で今度アメリカの方では1月の生産者物価指数、1月の小売売上高、1月鉱工業生産、などがありまして、1月の26、27に行われた FOMC の議事録の開示みたいなものがあります。はい、この日にアメリカの方では20年もの国債の入札がありまして、はい、今度は18日の木曜日、国内の方では1月の新規マンション販売、この日に、マザーズのアクシージアという銘柄が上場になります。海外の方では、アメリカ1月住宅着工件数、1月、建築許可件数、1月、輸出入物価、フィラデルフィア連銀景況感指数、こんなものが発表ですね。
19日の金曜日、国内の方では、新規上場、WACUL、なんていうのかな、ワッラケン、マザーの上場です。アメリカの方で1月の中古住宅販売件数、でこの時がアメリカの方では、オプションの SQ が、19日の金曜日にあります。はい、はいはい、では私の方から週間推奨3銘柄です。まず1銘柄目2303ドーン、はい、国策期待。同社は政府主導の国策銘柄として注目を集めることになると見ている。総務省が早期導入に動いているネット119緊急通報システムは同社が手掛けているもの。音声による119番通報が困難な聴覚・言語機能障害者が円滑に消防への通報を行えるようにするシステム。すでに全国の300近い消防本部で導入されており、今後も導入拡大が期待されることから来期業績改善が見込まれる。株価も出直り基調になっており、トレンドも上昇に転じてきたところであり、国策といった強いテーマを背景としてここから戻りが本格化してくると考える。はい、ちょっとチャートでスクリーニングをしました。っていうのがやっぱりそのさっき話していた中でですね、このジャスダックだとかマザーだとか元新興市場だったり、そういう銘柄の中からちょっと新興色、小型色の強い銘柄、人気株、そういうものでですね、崩れのないもの、要するに底堅いものですね、上がったところからの中盤線から何かなんで下がらないんだろうなっていうようなものの中の一つを見つけてみたんですけれども、崩れてるものっていうのはおそらくこの75日移動平均線だとか、例えばその12月に開けた窓だったり、こういうものを埋めに来てたりですね、ぴょんと上がったところの出だしスタートラインぐらいまで落ちちゃってるんですね。で例えばこういう株だったら2600円とか、このぐらいまで落ちてたらもうあんまやりたくないですよね。なぎの期間が長くなって上がるまでに時間がかかりすぎてつまらない。でこれ何が言いたいかっていうと、結局崩れてないっていうことはですね、はい、マザーズなんかやだ小型なんかやだって言って投げてしまった人が、当然いるんですよ、はい、こういう動きをしてるってことは。っていうのはこんだけダブルボトムでこんだけしっかりしてるってことは何か誰かどこかのあれが買ってるんですよ、はい、いう銘柄が一つで、別に特段ですね、さっきも言ったように野村証券だとか今日の東京エレクトロンじゃないですけど、でこの間まではソニーだトヨタだ、そんなものでしたよね。そんなものがワイワイしてるさなかになんでこんなにしっかりしてるの。そうですね、だから次の主役とか次のマーケットリーダー小型になった瞬間にこういう銘柄狙ったらいいんじゃなかろうかというところで、まだやめた方がいいですよ、っていうのは、はい、まだ日経平均のトピックスがワイワイしてるさなかにやったところで面白くもなんともないし、なんかその晴れないんですよ、なかなか。で一般大衆の目がうわっと向いてきてですね、はい、マザーズになった時、マザーズがジャスタックそういうものになった時に、うんうんうん、この、放送を見てくれてた人は頭が入ったわけですよね。そうですね、2303パッと働いて、おいいだ、いいだ、ね、値段してんじゃん、うん、3600円ピッて買ってみよう、うん、そうすると、日にちをまたかないとですね、なるほど、スルスルスルっと取れる可能性が高いかなと、はい、要するに我のしこりがないっていうことが言いたいんですよ、僕は。はい、はい、です、はい、です。ではですね、続きまして1434ジェスコホールディングス買い。テーマ性抜群で事業拡大。同社は主にベトナムを柱とした ASEAN で空港や鉄道等などの ODA インフラ工事、民間住宅工事を請け負う。特に2050年の脱炭素社会の実現に向けて注目を集めている再生可能エネルギー事業は右肩上がりだ。太陽光パネルの性能向上によって電気エネルギーへの変換効率が高まっていることに加え、価格も下落傾向にあって普及の加速に拍車がかかっている。同社グループではよりスピーディーでコストダウンが可能な施工方法を提案するコンサルティング業務にも乗り出し、顧客の信頼獲得にも成功している。決算相場が一段落する2月後半、指数に左右されない定位株への資金のシフトも予想され、より一段と同社のような黒字転換をした定時価総額企業が注目されることにも期待ができそうだ。直近高値の640円を節目に4桁を目指す動きに注目したい。はい、電力関係というか、送電線だとか、そういう電気工事みたいな会社ですかね、イメージ的に。で、ちょっとベトナムだとかそういう海外にも進出している。でこういうものの中からやっぱりこう底堅いもの、波動がこう上に向いているようなもの、
っていうのがやっぱり時折こう吹いてきたりするわけですよね。で、やっぱちょっと昨日なんかでもなんだこのカブタンの特集にも少し載ってたりとか、はい、まあで、あとバイデンさんのですね、なんていうんですかね、指針表明の意味ですが、まあ、EV っていうのは一つバイデンさんの目玉ですよね、はい、クリーンエネルギー。その一方でなんかアメリカの方でやっぱその橋だとか道路だとか、なんか海外旅行行ったことある人はなんとなくお分かりかと思うんですけど、結構汚いですよ。もう古いんですよね。でバイデンさんちょっとそこを頑張ろうとしてる面もあってです、まあ、日本に恩恵を受けるかどうか分からないですよ、はい、でやっぱりアメリカがそういうことやりだすと日本もちょっとやらないとまずいでしょうなんて、まあ、なったりもしかねないので、ちょっとこの建設っぽいようなセクターって、まあ、建設ではないんですけど、ちょっとこういうセクターってちょっと忘れられてる部分の一つでもあるので、こういうものの一つや二つがポロポロ出てくるとですね、で今の村上さんもなんとか建設買ってたりとかいろいろあるじゃないですか、はい、なのでちょっと注目度薄いですけど、うん、こういうのも渋い銘柄の一つとして、うん、はい、どうかな、はい、では最後2134サンキャピタルマネージメント会定位株物色の流れ継続。ここ最近のマーケットにおいて100円以下の超定位株がにぎわいを見せており、その中においては2315開花の動きが今のところでは一番ではないかと見ている。同銘柄は今月初旬に長らく頭を押さえていた75日線20円の節目を取って大陽線となると、翌日は買い気配となって窓を開けての上昇。その後も一過性に終わると思われた買いの勢いは衰えず、この手の株によく見られる急落局面もなく75円までほぼ順調な上昇を見せた。その75円をつけてからはさすがに一旦調整となり50円割れまでの下落となったが、昨日今日と続伸し本日は再度70円の高値をつけ、大引けも68円と再度大陽線となっている。そして他の100円以下45円なんですけど本当だなんかちょっと間違えた、ちょっと間違えたね、45円ですね、はい、本当ですね、はい、ですはい、ちょっとこれ直しますすいません直しますで、はい、ちょっとまあ、この銘柄、まあ、別に僕調子こいてるわけじゃないですけど、先週3528のプロスペクトって言ったら上がったんで、そうですね、でまあいい相場の時ってですね、余ったお金がこういうところにさっと入ってくる可能性が高いというか、まあ、このなんとなくその習慣性というか、うん、これを何度も拝見したことがあるのでこういう銘柄も一つ挙げてみたんですけど、はい、今日これ決算なんですね、うん、でまだ出てるのか出てないのかちょっと分かんないですけど、まあろくでもない決算だと思いますで、はい、決算の内容なんかはっきりどうでもいいんですよ、はい、決算を通過することが大事で、はい、潰れないことが大事なんですね、はい、で潰れない間にどれだけ遊べるか、うん、この会社の方には非常に失礼なかもしれないですけど、まあ、そういう銘柄だと割り切ればですね、やれなくはないわけです、うん、でその時に何が重要かと、はい、ポイントとしてですね、やっぱり同様の、こういう銘柄が上がっていることで、はい、同様の銘柄が回転が効いていることが重要です。うん、そうするとですね、一つの銘柄で取った人、はい、気持ちいいんですよ。そうですね、リーダーでやった時なんかですね、はい、100万株買って、ね、3円抜けるなんてこんな気持ちよくはないわけですよ。で50万株買って10円抜ける、はい、こういうやっぱこのですね、うん、密な味っていうんですかね投資家を忘れることができないんですね、はい、そうするとですね、次こういうのねえかなの50万株の買い注文が入ってくるわけですよ、はい、でここに乗っていけばいいんですよ。で、はい、もうはっきり言ってこの100円以下とか50円とか30円の株って業務内容なんて見たってしょうがないですよはっきり言ってなんかぐらぐら述べましたけど、はいはいはい、僕が書いたんじゃなくて作らせたわけなんですけど、で、中身大概、まあ見れば分かるんですよ。大体不動産とか M&A 事業、あとですねバイオマス、クリーン、太陽光発電、もうここに PCR って入ったらもう鉄ですよ、鉄です。悪い匂いしかしない。なんでって大概太陽光って入ってるんですけど、もう悪い匂いしかしないんですよ、はい、ネットなんかもう社員全員パンチパーマなんじゃないかなと思っちゃうぐらいなんか悪い匂いしかしないんですけど、はい、でも株買い物の中で面白いじゃないですか。面白いですね。だからトレードを力を磨くには、はい、僕はこういう銘柄最高だと思います。板感トレード力を磨くには、はい、ただ、深くするとですね、そうですね、ちゃんと大怪我どころか、うん、本当に飛び降りみたいな形になっちゃうので、深くはしないこと。ちゃんと逃げれる人じゃないとダメですね。はい、なので、こういうものも面白いですよ。はい。はい、はい、以上になります。ではですね、はい、相談が結構来てます。はい。
こんばんは。毎週参考にさせていただいています。ありがとうございます。はい、昨年の放送でも何度か言及のあった4485の J タワー、こちらで利益をうまく出せているのですが、先日の決算後は急落してしまいました。今後また戻す動きとなるでしょうか。ご意見お聞かせいただければと思います。はい、まだなかなかこれあれですね、分割発表しませんね。そうですね、しぶといですね。しぶといです。これこの起爆剤になるとしたら分割の発表が今度欲しいですね。で、あとやっぱその 5G っていう面においてなんですけども、ちょっとやっぱ遅れてるみたいじゃないですか、ずっと。はい、まあ多分このコロナの影響とかいろんなあるんですけど、あと昨日 BB タワーってあれまでひどい計算が出てましたね。同じような、なのでこの多分 5G だとか鉄塔だとか、この一色単の流れから、うん、上がってくるイメージを起こすのか、それとも、はい、僕の中のイメージはやっぱりこの銘柄はマザーズの筆頭格として、時価総額目当てでやっぱり上がっててほしいですよね。うん、そうした時にやっぱこう今日フリーっていう銘柄がドンといきましたけど、はい、あの手の銘柄がですね、なんていうのかな、表だってこう言ってほしいです。うん、でこの流れにまた再度つければですね、この J タワーはまた再度切り返していくんだろうと。これがいつなのかって言われると、僕はマザーズ指数がちゃんと明確にですね、高値取ってきたところだと思います。はい、でこの高値取ってきた頃にもう多分気分が高揚した頃におそらく分割発表するのかなと。あ、気持ちいいところ。はい、はい、はい、では続いて板について質問です。たまに現在価格のちょっと上や下に大口の、例えば1億円分ぐらいの注目が1秒で入ったり消えたりしていますが、あれは何の意味があるんですか。あ、僕もよくわかんないです。関係ないですよね。フラッシュみたいな感じですか。はい、多分機械でやってんだと思うんですよ、アルゴリズムというやつが。はい、で機械がやっていて、あれが何の意味があるのかと。で僕も証券ディーラーの時にですね、はい、金融庁に聞いたことがあります。うん、あれを店玉と言わず何というのか、じゃ答えてくれないんですね。 あれは機械がやってることのようなので、はい、感情がないんです。感情なかったです。なので OK らしいです、金融庁的には。だから結局人間がですね、あれは僕が証券ディーラーとしてあれやってたらですね、怒られるんですよ。うん、君は何をしてるんだ、この何の意図があってこんなことするんだ。はい、これはお客さんというか一般の投資家を誘引する目的でやってるんだろう。あ、なるほど、そういう捉え方になる。一般の投資家を誘引する目的で注文の出し入れはしちゃいけないですよ。はい、注文の出し入れというのは、はい、株数を買う、売る、役場の目的で出さなければ、うん、全ていけないわけですよね。うん、店玉というのは買うつもりのない注文、売るつもりのない注文を板状にさらすことが店玉ですよね。はい、ということは役場するつもりのないフラッシュ注文みたいなのを、はい、何の意味があるのかといったら、コンピューターだからいいらしいんですよ。よくわかるんですね。多分ですね、東証のおじさんとか金融庁のおじさんとか答えられないんですよ。そうですね。でコンピューターだからいいんですって言われた時に、うん、そうなんですか、ね、じゃあ僕もコンピューターになるから、ああ、言ってるのかなと思ったんですけど、僕はコンピューターです。そうすれば OK なのかなって言ったら、ふざけんなみたいなこと言われて、でも聞きました。はい、はい、だけです。はい。で、以前、投資顧問の有料情報に今一歩、勇気が出ません、背中を押してくださいと質問したもので、僕は背中が痛いです。はい。その時の回答は、背中を押してくださいと言うなら、買わない方がいいとのことでしたが、先週の YouTube では、いつか有料情報の会員になってくれるために無料で YouTube を、はい、やってるみたいなことをおっしゃってました。一銘柄に3万から5万を出す勇気が今一歩出ません。株に絶対はないと思いますが、背中を押してください。やめた方がいいじゃないですか。別に私はこういうのを買おうが買う前がどっちでもいいと思うんですよ。だって例えば、お財布を持ってですね、本屋さんに行った時に、どういう、はい、株の本買おうかなと思って行ったら、帰りに漫画本買って帰ってくる人いるじゃないですか。あ、はいはい、多分そういう人いっぱいいますよね。別に覗いてみて買いたくなったら買えばいいわけですし、無理にですね、人に買えって言われて買うようなものではないと思う、私は思います。はい、自分が興味があって3万円を捨ててもいいなと思って、思うんだったら買ってもいいんじゃないですかね。で、あと一つの勉強のつもりだとか、本当になんか無力的な文言が書いてある。ただどこの業者さんもそうですよ。この株暴落しますよって言って買いで入りませんかって宣伝しませんよね。そうですね。なのでそこは頭の中に入れといてほしいなと思います。はい、以上です。はい、東芝は一部へ復帰しましたが、今月末に大量の買い需要が入ると言われていますが、どういう値動きをすると思いますか。魅力的ですね。頑張りましょう。はい、はい
はい、お疲れ様です。お疲れです。刈上くんの誕生日は久しぶりに石川など盛り上がりそうでしょうか。ないと思います。はい。はい、続きまして、超一体株面白いですよね。開花がすごかった。サンキャビにこの方乗った。あの動いたらやったら、ね、はい、自分から動かそうと思ったって動きはしませんから、はい、質問はないですかね。伊藤さん面白いです。期間のある子は良くて個人はダメなんです。ダメなんです。面白いですよね。しょうがないです。これ戦争に負けたからしょうがないです、はいはい、もう昔を参加のおるとですね、アメリカというものに逆らってはいけないんですよ。そうですね。右、はい、右ラットがウィンナーに逆らうなと、うん、そういうことです。まあ、そんなことはまあいいんですけども、いずれにしてもですね、コンピューターが良くて人がやってはダメと、まあ、意図的に注文を出すからいけないんでしょうね。コンピューターが無機質な状態でやればいい。じゃあコンピューターを開発したのは人間じゃないかって言いたくなるんですけど、そこまで言うとへりくつになってくるので、しかもその理論を突き詰めたときに僕はバカでわからないので面倒くさくて、もうそれの理論に、理論をこのね、アルゴリズムを利用しようと思います。今皆さんアルゴリズム世代というか投資をしていて、アルゴリズムがなかった時のことを知ってる方は本当に多分ごくわずかだと思います。となるとですね、僕ら本当に怖い思いをした時とかがあってですね、参加者がいない時、板に買いがないんですよ。で、僕の持ちよりもアンダーの株券の方がないんです。ということはどうなるかというと、僕が投げたらストップ安です。で、そして張り付いてしまうんです。で、市場は閑散ムードです。誰も買ってくれません。どうしますか。頭がね、その答えを見出した時にアルゴリズムって素晴らしいなと思った。割と相場が強かったりとか、変な場面までですね、売り注文を出すとですね、実はアルゴリズム買ってくれるんですよ。だから投げたい時のアルゴリズム最高って私は未だに思ってます。で、これが株価に対しての流動性を作るためとか、あと例えばそうですね、クッション役になっているっていう考え方を持っていればですね、昔のディーラーが悪と言われたように、アルゴリズムがその後悪と言われ、はい、今は個人投資家が邪魔くさいと言われている時代です。でも全てがクッションになっているわけです。例えば、うん、悪い決算が出た時に買い向かう人間といったらですね、はい、例えば個人投資家、よし、ここは買ってやろう、うん、逆張りですよね、うん、で、あれだってそうなんですよ。ディーラーが少なくなったから寄らなくなった銘柄とかよくあるんですよ、うん、株数が多すぎてね。だから声もそうだし、で、今個人投資家がいっぱいいるじゃないですか、はい、そうすると PTS 市場を盛り上げてるのは誰だ、個人投資家ですよね、はい、で、例えばクソ決算出したマザーズの銘柄がどうして寄ったのかな、うん、そしたらまず例えば SNS でみんな買っちゃうぞって買ったりするわけですよね、はい、で、悪いかもしれない、だけども、クッション役としてはいい役目を果たしてるわけですよ、うん、で、こういうのをですね、ぜひ金融庁の方々もこの番組を見ていただいて、うん、一つご質問も一つもいただきたいなと、はい、思います、はい、まあ、そんなところで、まあ、相場は非常に堅調で、はい、一言で言えば堅調相場継続という形ですから、うん、ただやっぱりその外れ、当たりが多く出てましたね、はい、トヨタの決算、ソニーくらいまでかな、当たりが多く出てたところから、うん、から外れが出てきましたので、はい、ここから外れが多くなると思うぐらいでちょうどいいと思います、うん、なので、オーバーナイトの怖い方はですね、ぜひちょっとそのオーバーナイト減らして、あと決算またぎとかもちょっと減らしながらやっていくといいかなと思いますので、チャレンジしてください、はい、はい、以上です。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ぜひチャンネル登録お願いします。